女流棋界最大の棋戦マイナビ女子オープン。アマチュアも参加できるこの大会は、勝ち抜くことで誰にでも女流棋士になれるチャンスがある。そう、恵佳さんにも。まあ生意気な小アッパ二人も参加するみたいだけど、それなりに頑張ればいいんじゃない？弥一、小学生と東京でよろしくやって女流棋士の無駄乳に鼻の下伸ばしてたあのバカ、あんなやつ投資すればいいのよ。まあ埋め合わせはきちんとしてもらうけど、次回竜王のお仕事第8局初めての大会。シャカンド先生、この服って。